X-40AX-40 はアメリカ合衆国の技術試験機 X-37 スペースプレインの大気圏内試験用のものであるアメリカ航空宇宙局及びアメリカ空軍研究所が試験を行うものでありボーイング社が機体の製造を行った1998年8月より飛行試験開始製造機数は1機 1996年に X-37 スペースプレーンの開発が決定され、その後まもなく、その待機圏内試験機として、X-40 の開発がボーイング社に発注された。X-40 の目的は、空力、飛行特性の把握のほか、自律操縦による自動着陸及び広報技術の試験、それらに関連するソフトウェアの開発であった。 X-37 の80%、スケールモデルである X-40A の開発は1996年中から開始され、1998年8月11日にホロマン空軍基地において UH-60 ヘリコプターより高度約2700メートルから投下された。X-40A は基地の滑走路に自動着陸し、 飛行試験は成功した。その後、X-37 と同スケールの X-40B の開発が行われることとなっていたが、2000年に入り、これは X-37 計画に統合されることとなり、X-40B の開発は中止された。X-40A の飛行回数は8回、最終飛行日は2001年5月18日。 X-40A のデザインは、円筒形の胴体に小規模な主翼を低翼配置にしてあるものであり、V 字尾翼を有している。無動力、無人機であり、上空から投下試験を行うものとなっている。貨物室を装備せず、耐熱素材なども使われていない。ありがとうございます。